この J リーグショータイムの水戸さん、まだ取ってない人ほんまに取らんでいい？これ木曜日までやねんけど、マジで強いからみんなに解説したい。いや、水戸さん決定力マジ高いから、抜け出したらほぼ確実にコンカとか決めてくれるんよね。これも相手の事故からダブ足してコンカ、はい決まった。で、このドリブル能力にスピシュンあるから、めっちゃこねれるんよ、これ。やばない？まあ、こねて、あ、こねすぎた。で、これも、こねて、サイドからこねて、はい、抜いて、はい、当たるんかい。で、パス数値はそんなやねんけど、スルーパー持ってるから、通るんよね。これ、グティ抜け出して、はい、今回、オッケー。ヘディングもできちゃうよ。おすすめのタレントポイントはこんな感じ。今野選手に注目いきがちやけど、この水戸さんマジ強いからみんな獲得してみて。そんな水戸選手の評価は、星5。